ちょっとごめんなさい。あの後もレッスンがあって、そのままちょっとマネージャーさんと話し合いしてました話し合いしてたらちょっと遅くなっちゃって急いで帰ってきました。止まらない話し合い。そう、今日はねいっぱい踊ってきた。朝からコースでした。あ、なんかギフトが新しくなってる。かわいい玉、ありがとう玉。ハートもだるまさんもマネさんとの話し合いを配信すればもう満タン無理よちょっと流せない、マネさんとの話し合いは流せねえ。ありがとう、元気あげるね。そう、マリカねえ、お疲れ。月曜、平日、平日も始まりました。弟ちゃんのナイスよね。ナイスじゃないよ、ほんまに。レッスン終わってさ、なんかしかも家族 LINE があるんですよ。家族 LINE があって、個人 LINE じゃなくて家族 LINE の方で、なんか弟が送ってきとるなと思って、なんだろうと思って開いたら、チャイルドシートが150センチ未満になったニュースのニュースのスクショと一緒に、買う準備が、なんか買う準備しなきゃいけないですねみたいなこれは買う準備が必要だねみたいな LINE が来てて、こいつと思って、もうなんかパンチしてる人のスタンプ送りましたパンチとキックしてる人のスタンプ送った。そうだよ、ほんまに今日いろいろあったけど初めて。え、大丈夫？元気出して。なんか何があったんだろう。ハートもありがとう。そうだよ、もうこれさ、スタッフさんにもさ、いじられたんですよ。私とカナーが150センチ未満だから、よくたまにさ、バスで移動とかあるじゃないですか。バスで、大型バスにみんなで乗ってお仕事移動したりとかあるんですよ。そういう時のために会社でチャイルドシート2個買わんといけんなってこの前言ってきて、ほんまにほんまにってなった。岡田と井出のためにチャイルドシートこれ会社で2個買わんといけんな経費でほんまにほんまに。チャイルドシートプレゼント来て、いらんいらん、プレゼントいらんいらん、いりません、ほんま。でもなんか一応あるんだって、シートベルトをつけた時にこう、この体のラインに、この体のこのところにちゃんとこうシートベルトが沿うんだったらつけなくてもいいけど、なんかうまくこの体にシートベルトが沿わない、うん、沿わない場合はチャイルドシートは絶対つけなきゃいけないみたいな。専用シートでいいやんやだよ。でももしなんか事故が起きた時は一番助かるよって言われた。チャイルドシート乗ってるからって、助かる確率上がるよって。そう、なんかチャイルドシート言われたけどなりませんって。
やっぱ1万以内でさ、でイラ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 、そう、専用席ねえ、専用席、専用席がチャイルドシートってもう自分が今年来年この22歳の年になるという事実を投げ捨てたくなるかもしれん、それは恥ずかしくて。そう、あずみんの命かあずみんのプライドを取るか。首当たりにシートベルトありと、ねえバカにしすぎ、さすがにちゃんとちゃんとシートベルトできますよちゃんと体に沿ってますシートベルト。そう、でももしその事故とかだったら助かる確率は上がるけど、もしバスごと水に落ちたとかそういう系の事故だったら一番こう縛り付けられてるから一番危ないよねって話にもなって、そうだからもし私がチャイルドシートに乗る日が来たら、私のもしそういうそう逃げなきゃいけないみたいな、事故より事故とかじゃなくてこうなんか急いで逃げなきゃいけないってなった時に誰が岡田のチャイルドシートを外すかっていう係も決めとかんといけんねみたいななんかそういう話を私の目の前でされて、いいです決めなくて、いいです必要ないです、決める必要ないです、そこまでもうそこまで先行き過ぎてたもうチャイルドシート乗せた後もし事故とか事件起きた場合の時まで考えてくれてた今日は岡田のチャイルドシート、岡田のチャイルドシート担当は誰々ねみたいな、なんかあった時に私のチャイルドシート外してくれる人。そう、保護者。自分だ、わかんない、どうなんだろう、外せそうだけど。だから、いや、そんな真剣にさ、考えるもんじゃないよ、これ。確かに外せるの外せるんじゃないかなって思ってっていう、そう、もういじりされました目の前で。真剣に考えるもんじゃないもん。ありがとう、最高。ケイト、くる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 、いや、くるくるも変わらんけんな、一緒よ、全然チャイルドシート対象。こんばんは。チャイルドシートにバネつけていたという時はポーンってねえ、あずみもう確かにそれはもうそこまでいったらなんか特別席だわ、緊急脱出ボタン、なんかあった時にあずみんのシートだけ吹っ飛んで助かる仕組み。そうね、私がチャイルドシートいるでくるくるチャイルドシートいらんのね、おかしいよね、変わらんマジで。
コーパーはそう150センチ以下の剣、本当に ファンの人もいたからね。わざわざハッシュタグあずみんメールとかハッシュタグねーねーあずみんをつけて教えてくれるファンの人で、そうチャイルドシート、あのニュースが出て発表されたその日に、あずみんチャイルドシート乗らないとみたいなほんまにみんないじり方が一緒。私それで知ったもん、ファンの人のツイートで知った、うん、ファンの人のツイートで、え、そんな法律ルールが生まれたのと思って、そんなことになったのって。そうだよ、150センチ以下は、でもあずみんは22歳なので大丈夫22歳、148センチでも22歳なので、まあね、まだ21だけど21歳なので大丈夫です。てか私いつ140センチ台になったんだろう。中学の時から伸びてないからね、ずっとちっちゃいんよ。学校の中でも同級生の中でもずっとちっちゃいくって、いつ140センチ、140センチ台突破したのいつなんだろう。そう高校のビーン縮んだ縮んだ 148.8 あった時あったんですよ。なんかいつからどっかのタイミングで縮んだ、0.8 センチ縮んだんです。やばい、大丈夫です。13位クックさんありがとう、12位プータさんありがとう、11位かけ37さんありがとう、10位りゅうやくんありがとう、9位りおさんありがとう、8位ゆずきちさんありがとう、7位ぬしさんありがとう、6位けいせちんさんありがとう、5位ラブリーフォテッド46さんありがとう、4位せいやんありがとう、3位もおじさんありがとう、2位こうすけさんありがとう、そして1位はドゥルルルルルルルバンケイトさんありがとう。ありがとうございました。明日はお仕事が割と明日も遅くまであって遅めになりそうです。ありがとうね、おやすみん、頑張ろう明日も。ありがとうございました、おやすみんみんです。